魔法の知識やアドバイスをデコ、あなたに優しく教えますよ。デコデコのスマホ相談室、いつもお待ちしてます。もしもし、皆さんこんばんは。元バーチャル携帯ショップ店員のガラスマテコです。テコのスマホ相談室にお越しいただきありがとうございます。今回はドコモオンラインショップの大幅な割引キャンペーンをご紹介します。このチャンネルではスマホやタブレット関連の情報を幅広くお届けしています。今年の4月までにチャンネル登録1万名様を目指しています。ぜひチャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。現在ドコモオンラインショップではスペシャルセールが開催中です。端末のみの購入でも割引の対象になるのでチェックしてみましょう。まずはこちら、ソニーのハイエンドモデル Xperia 1 Mark IV。 2022年 Xperia の最上位モデルで、機能全部入り、解像度 4K ディスプレイ、ペリスコープ望遠レンズ搭載、定価19,872円。端末のみの購入でも33,000円割引が適用されて157,872円。MNP なら22,000円の割引が適用され、本体総額135,872円。替え時プログラムを利用して2年後に返却すると実質55,352円になります。同じく2022年サムスンのハイエンドモデル Galaxy S22、 6.1 インチで 168g と希少なハイエンドコンパクトモデルです。定価127,512円。端末のみの購入で33,000円割引が適用されて94,512円。 MNP でさらに22,000円の割引が適用され、本体総額72,512円。替え時プログラムを利用して2年後に返却すると実質18,392円になります。割引が増えても元値が高いからそこまで安く感じない。ではこちらはどうでしょう。2020年のソニーハイエンドモデル Xperia 1 Mark II。 型落ちですが、最近のミドルレンジモデル以上の性能で、解像度 4K ディスプレイに機能全部入り、ワンセグ、フルセグ搭載しています。定価92,000円。端末のみの購入で48,400円で買えちゃいます。ただこれ以上の割引はないようです。型落ちのハイエンドか。最近のミドルレンジモデルと比べてもスペックはいい感じのスマホだし悪くはないかな。最近は投げ売りスマホの話題が多かったですし、感覚がおかしくなっちゃってますね。ねえ、 iPhone はいくらなの？対象機種は限定されますが、ちょうど特価セールが始まったところですね。うむ、教えて教えて。 iPhone 13の定価は 128GB 138,380円、256GB 158,180円、512GB 199,430円ですが、 512GB は端末のみ購入でも 44,000円割引が適用されて 155,430円になります。512GB だけ？だけです。 iPhone 13 Pro Max は定価 128GB 197,230円、256GB 214,610円、512GB 248,160円、 1TB 275,550円ですが、 1TB は端末のみ購入でも 55,000円割引が適用され 225,550円になります。投げ売りされている iPhone は大容量のモデルが対象外になっていることが多いので、嬉しい方も多いと思いますよ。 512GB モデルより 28,000円も安くなってる。在庫一掃セールって感じだね。楽天モバイル公式楽天市場店の販売価格と比較してみましょう。端末のみ購入価格での比較です。iPhone 13無印の 512GB は楽天の方が安くて、 iPhone 13 Pro Max 1TB はドコモの方が安くなってるね。安いって言っても20万円もするし、他にも安いところがあるかもしれないから、どこで買うのかは慎重になった方がいいかな。続いて iPad 第9世代、 SIM カードの入るセルラーモデルになります。ドコモの公式価格は 64GB 78,760円、 256GB 103,070円、
端末のみ購入でも割引が適用されて、64GB、67,760円、256GB、77,000円。 iPad も安くなってるんだね。意外。 Apple Store の価格と比較すると、なんということでしょう。ドコモモデルの方がお安くなっています。 256GB は2万円も安くなってる。これはドコモオンラインショップで買った方が安く買えちゃうね。こちらの動画で iPad 第9世代を紹介していますので、気になる方はこちらもチェックしてみてくださいね。ドコモオンラインショップのセール、スマホに関しては思ってたよりも安くなってない印象かな。割引はすごいんだけど、もうそれだけじゃ満足できない体になってしまった。出張店舗でもっとすごい割引を見てしまいましたからね。ですがそれが当たり前のことだと思ってしまうと、スマホがなかなか買えなくなってしまいそうですね。あ、でも iPad はかなりお得に買えると思ったよ。欲しい人は急いだ方がいいかもね。今後もお得な情報を見つけたら動画でお知らせしますね。このチャンネルではリスナーさんからのリクエストにお答えしたり、格安 SIM やスマホのお得情報なども発信しています。ご質問やご相談は動画か Twitter のコメント欄、もしくはマシュマロにお願いいたします。おまけでやってほしいことも募集中ですよ。サブチャンネル裏口にもぜひ遊びに来てくださいね。チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォローもお待ちしています。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではでは、明日も一緒に頑張ってこう。またね、バイバーイ。ここで皆さんにお知らせがあります。なんと2月8日にテコのスマホ相談室のチャンネル登録者数が9000名様を突破しました。すごくない？8000名様を超えられたのが2月1日だったから、1週間で1000名様も増えたの？これには僕たちも驚いたよ。こんなにたくさんの人に登録してもらえて本当に嬉しいね。2年間活動してきてこんなの初めてだわ。私たちの出番少なかったけど、登録してくれた皆さん本当にありがとうね。白テコお姉ちゃん、目標の1万名様が見えてきて今どんな気持ち？正直目標には掲げたけれど、年度末までに1万名様は難しいだろうなぁと感じていたので、もしかしたら叶えられるかもしれないところまで来れたということが夢のようで、まだ実感が湧いていません。これからも気を引き締めて皆さんに有益なスマホ情報をお届けできるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。1万名様一緒に見届けてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。